チームプリズムのメンバーがご案内。7月21日和歌山大学オープンキャンパスショートコントパワーアシストロボットウィンウィン。何つけてるの？人間の力を補助するパワーアシストロボットだよ。じゃあ私も念願のお姫様抱っこが実現するのね。やってみよう。うっ、モテない。なんなのよ。もう和歌山大学7月21日和歌山大学オープンキャンパスショートコント山手線ゲーム、山手線ゲーム、イエーイ。シスコーのオープンキャンパスデモ、はいはい。微細加工技術によるマイクロデバイスのデモ、はいはい。コンピュータグラフィックスのデモ、はいはい。レゴマインドストーム NXT を用いた移動ロボットと筋骨格ロボットのデモ、イエーイ。大学生ってすげえな。和歌山大学7月21日和歌山大学オープンキャンパスショートコント微細構造の観察。いやー、この話うる覚えなんだけど。いや、うる覚えじゃなくてうろ覚えだから。この間バドミントンしながら。いや、バドミントンじゃなくてバドミントンだから。アボカド食べてたら。いや、アボカドじゃなくてアボカドだから。いや、お前細けえ。電子顕微鏡でやっと見れるレベルだわ。見られるだから。誰か助けてー。和歌山大学。和歌山大学オープンキャンパスは7月21日日曜日開催。詳しくは和歌山大学のホームページをチェックしてね。